はい、ガラスのクッピーチャンネル、ハッシュプとガラスのクッピーと保護主レンです。今日はね、タビちゃんのお家を紹介します。うん、うん、はい。タビちゃんのお家はですね、これね、猫用のキャットケージ2階建てのやつですね。で、2階部分はポーちゃんの寝室になってます。はい。でね、下にあのワインの箱でちょっと高さを出してますね。やっぱりね、目線がね、同じようにしてあげないと。お水ですね。リッチェルのやつ。これペットボトルで給水できるんですけど、給水ボトルにしちゃうとね、もう水全部なくなるまで遊んじゃうので、ボトルは挿してないです。はい、じゃあこっちがご飯ですね。これうさぎ用のやつです。ご飯は鳥用のペレットと旧館長のキューちゃんと、うん、あとハムスターのね、いろいろ何種類もブレンドしてあります。はい、で下はですね、トイレシートを1枚敷いてあって、でその上に新聞です。でうんちをしたら、まあ、その上に新聞紙を、新しいのを敷いて、で翌日に全部まとめて新聞紙を捨てて、また新しい新聞で、1日だいたい3枚ぐらい新聞使うかな、ね、そんな感じにしてます。でそんなに汚れないので、このトイレシートは余計な水分をね、さっきのしたやつが水遊びしちゃってね、ここ濡れたりとかしてますけど、余計な水分を吸うために念のため敷いてあるっていう感じなので、これはね、毎日は取っ替えてないです。基本新聞だけ取っ替えて、汚れが気になったら取り替えるっていう感じですね。で今タビちゃん水浴びに行ってます。でその水浴びに行く時の様子をね、撮りましたので、一応ねケージから出す時にはポッチョンしてって言ってうんちしてもらって、で新しい新聞を敷いて綺麗な状態にしてから抱っこして連れていくようにしてます。その時の様子を撮りましたのでご覧ください。ピッちゃんうんこして、じゃあこっちをしてください。ピッちゃんうんこ、うわー出ちゃう、すごい、よいしょ、うんこしたら、その上に新しい新聞敷いて、行こう、水浴びに行こう。うん、くーちゃんも、何、うん、浴び行こう、うん、行こうよ、水浴びしてこよ、うん、くーちゃんも行く、くーちゃん水浴び嫌いじゃん、やめてそれ、うん、こっち来てよ、抱っこするから、うんうん、はいはい、こっち来て、タビちゃん鼻つけて、え、何、うん、タビと遊んでんの、うん、まあまあ、まあまあ、ちょ、くちゃくちゃ場所あったかいね、食べ行こう、はい、食べ行こう、はい、ちゃん、はい、食べちゃん抱っこしました、お風呂に行ってきます